皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマはリットハイジーンでまつげが綺麗に生えてきた。本日はコメント欄に寄せられた患者さんの嬉しい言葉を皆さんに共有したいと思います。こちら34歳の女性です。まつげが抜けやすいということで悩まれていました。で、この方コンタクトレンズをしていてもまつげが抜けて、そしてチクチクする、それからまつげが細すぎることで目元のインパクトが足りない、それのせいでアイライン、アイシャドウ、それからまつげく、そういったものをどんどん目元に持っていかなければならない、そうすればそうするほど余計まつげに負担がかかってまつげが抜け落ちてしまう、そういった悪循環に入ってしまっていたようなんです。そしてこの患者さん、ある時私の外来にやってこられてお悩みを相談されました。まつげが抜けやすいんです、目元のインパクトが足りないんです。そして私が診察をしてみましたところ、その患者さん朝からメイク、特にもちろんアイメイクしてきていないとのことだったんですが、前日もしくは前々日のアイメイク、アイライン、アイシャドウの残りがバッチリ目に残っていたんですね。そしてきちんと目を洗っていますかというふうにお聞きしたんですが、洗っているというふうにおっしゃいます。一緒にお写真ご覧になっていただきまして、こんなに汚れが取れてないよということをお話ししました。そして目元専用のシャンプーでアイメイクをクレンジングした後、さらにもう一回リットハイジーンをしていただく、ぬるま湯でまつげの根元をこうやって下まぶたは下まぶた、上まぶたは上まぶたということで5回ほど綺麗に洗っていただくという指導をさせていただきました。そうしたところ約1ヶ月後に患者さんいらっしゃいまして、先生まつげが綺麗に生えてきました。で、しかもそのまつげ根元がしっかりしていて抜けなさそうなんですということで大変喜ばれていました。で、その後2ヶ月後そのまつげがだんだん育ってきていましたよ。ですので、まつげのアイメイクの汚れをしっかり落とす、それからまつげに栄養を与えるようによくマッサージする、そういったことは発育のためにもすごくいいんですよ。本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がためになったと思われましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、ベルマークをオンにしておいていただけますと、新しい動画が登録された段階ですぐにあなたのところにニュースが行きますよ。では、また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。